ルヴァンカップ神戸対長崎ドローに終わり、長崎 DF チェキュベック選手、左、にアドバイスを送りながら引き上げる高木拓也監督、右、撮影、白石智彦、より小さい。YBC ルヴァン杯、神戸2の、2長崎より大きい、U1次リーグ、7日、ノエスターウェイの V、ファーレン長崎は2点リードから追いつかれ、J1 昇格後初勝利を逃した。3日のリーグ戦鳥栖戦から先発を総入れ替えで臨んだ。前半3分、DF チェキュベック、24、が頭で押し込んで先制。当44分には MF 名倉匠、19、が右足で追加点を奪った。新加入の2人のゴールで2点リードで前半を折り返したが、後半に2失点。高木拓也監督、50、は、選手は90分間オーガナイズされていた。神戸の高さとクロスには、90分間集中してくれた、と前向きに話した。